おはようございます。7月30日日曜日の朝7時半ぐらいです。これからザ・バスに乗って、チャイナタウンのレジェンドさんに、行ってご飯食べたいと思います。土日は確か朝8時から営業していらっしゃるので、朝初めてですけども行ってみたいと思います。明日チェックアウトなので、多分レジェンドさんに行って、全部は食べきれないので持って帰ると。それを持って帰った分のことまで考えると、今日朝行くのが一番良さそうだと判断をしております。で、明日は明日で、フライトが23時30分ぐらいなので、明日の時間の使い方、場所、そのあたりもちょっと考えないといけないと思っております。では行ってきます。はい、無事に、予定通り着きました。空いていると思いますが、お、ガラガラだな。空いております。じゃあ行ってみます。じゃあ空いております。はい、注文がやってまいりました。これがシュリンプルックさんです。オイスターソース、アジ、そしてこれが、名前よくわかんないですけど、チョイさんっていうチャイニーズブロッコリーと言われたりする、スーパーにも必ず売ってますけれども、それを、オイルして炒めたのかな、そんな感じ。オイルだけかもしれませんが、それとオイスターソース。ただ史上最大級の量ですね。こんなに多い量初めてです。ではいただきます。はい、ルックハンは完食です。で、チョイさんの方は小さいドギバが半分ぐらいは食べれたかもしれません。いただきました。美味しかったです。ごちそうさまでした。で、今日はメニューなかったんですけども、実はメニューがあります。で、その中から選ぶんですが、そのメニューが書いてあるように、スモール、ミディアム、エクストラミディアム、ラージ、エクストララージ、スペシャル、スーパースペシャルみたいなと分けてあって、でそれぞれが値段がもう決まっています。スモールが 3.45 ドルですね。で、ミディアムが 4.45、 超中華、エクストラミディアムが 4.95、 結構細かく分けてあるんですね。で、私のこれついてるのエクストララージ、なんだろう、まあ、超大ですね、 6.45、 これがルックファンになります。で、もう一つのチュウさんの方は、多分スペシャルです。裏に書いてあります。普段メニューに載ってるやつというか、こんなに大きい皿がないときは、多分この特スペシャルぐらい、スペシャルか、エクストララージぐらいだと思いますが、今日はその多分2倍ぐらいだったと思いますね。ちなみにフライドライスはすごい特盛りで来るんですけども、それがだいたい13ドルぐらいです。今日は頼んだような頼んでないようなで出てこないので、通ってないと思うんですが、お腹もういっぱいなんでちょうどよかったです。はい、ごちそうさまでした。案の定、チョイさん大皿でした。14ドルぐらいでした。で、全部で、21ドル、チップ入れて25ドルでした。本当にリーズナブルだと思います。では川があるんですね。そんなにワフト川ないんですけども、チャイナタウンの一番端ぐらいですので、です。で、ちょっと歩いていってみようと思います。
どこに歩いていくかというとですね、実は今まで一度も来たことのない、あ、このレストランも賑わってますね。ハワイ出雲大社がすぐそこにあります。ちなみにここはチャイナタウンカルチュラルプラザという結構大きな、いろんな店が入っているとこですが、あまりあのうろうろしたことはないです。で、まあ、ハワイ出雲大社はあれですよね、モヤモヤサマーズで私も知ったんですけども、神主さんがいらっしゃいますね。いろいろグッズも売っているようですが、そうですね。とりあえず写真撮りに行こうと思います。実はもう左手に見えております。ここが福井ストリートか、福井さっきのレジェンドの前の通りが、ノースベレタニアストリートです。はい、見えてまいりました、ハワイ出雲大社。実は近くで見るのは初めてです。ちゃんと立派なんですね。なんか盆栽もあるな。カレッジウォークモール、なんかイベントやることがあるんでしょうかね。ヌーアヌストリーム、ヌーアヌ川ですね。どれどれ、うわ、カートが落ちてる。あ、結構浅い川ですね。でも魚が見えます。なんだろう、ボラではなさそうだけど、ハトが多いですね。ではちょっと写真撮ろうと思います。なんとこの金、広島から1985年、1月7日に、送られたものだと、25周年、あ、広島市とホノルル市の、姉妹都市の、が姉妹都市のなんていうんですね、が締結されて25周年に平和の鐘という名前で広島市から送られたと。知りませんでした。出雲大社、立派です。 TW 突破サロン、なんだろう、ヘアサロンかな。この通り、あのヘアサロンがずらっと並んでるんですよね。美容師の占いの生徒たちがあのやってるので占いて練習する場所でもあって、そういう人がやるときは安いと思う。なんで見たのかな、なんかテレビの紹介番組だと思いますけど、見たことがある。ここチャイナタウンの中心にあるマーケットプレイスですね。いろんな店がありますし、市場があります。生きたカエルとかですね、海産物とか、中の方に店があります。確かこの先あたりに観光ガイドブックに載ってたレストランがあって、そこに時々行ってたんですけども、レジェンド知る前はですね。レジェンド紹介されてからはもう
レジェンドだけやっております。ちょっとここ写真撮ろう。チャイナタウンと聞くとどうしてもサンフランシスコのチャイナタウンのヤムチャという、ね、ここは393番バスストップですね。このようにたくさんのバスが止まります。今から最初に来るのは Google マップによると A シティエクスプレス、それでアラモアナセンターまで行く予定です。ここ昔はメイヒーズだったんですよね。でなおかつウォルマートになって、ウォルマートの看板も今下がってますよね。はあ、開いてんのかな。メイシーズ、トイレをお借りするのにとてもいい場所にあって何度もお世話になりました。何かバスが見えます。ただここ全てのバスが全ての停乗所に止まるわけじゃなくて、バス停によって止まる止まらないがはっきりしてますので気をつけないといけません。でとにかくバス停にこう書いてある番号は必ず止まるんですけど、ちょっと複雑ですね。ですからバスによって止まる止まらないんで、これは A ですね。はい、来ました、乗ります。もうなんか決まったんですかね。オートソースカルーセル、あのでっかい AS の看板は先月はなかったような気がするんですが、自動車の展示会場ですみたいな感じですかね。おう、あちこちに名前書いてありますね。そしてウォルマートですね。当分行ってないですね。でここターゲット、こっからは入れないかな、入れるのかわかんない。でこちらがアラモアナショッピングセンターになります。あ、こんなとこにビキステーションが。まあ、今回はちょっと短いのでターゲットでお買い物してっていうのはツーマッチでしょうね。ハーゲンダッツとか買いたいけどな。もう明日出発だもんな。ポメかな。ふさふさやな。一応おっ、赤いカーテンが見えますが、ここが、いろんな催し物をやるセンターステージですね。T&T、ここでSIMカードを買った記憶があります。もう誰もいないな。ルピシアですね、紅茶の日本のお店。サンダルの店でしょ。ガエルはクリスタルス。源キッチョワン、なんか売り切れたみたいですね、このハワイ限定モデル。あ、私は、あ、いいのかな、いいんだいいんだ、間違えた。センターステージ
ABC アイランドヴィンテージカフェ、あれやっぱり行き過ぎたらな、ビールショップだ、やっぱり私の目的地トイレは行き過ぎてしまいました。